ここはね、宇宙船タバゴシャトル P 号の中なの。この宇宙船の中からみんなのうちのテレビに宇宙中の素敵なニュースをお送りするのよ。私は元気なお姉さんの川瀬真由美です。それともう一人、この人。みんなおはよう、宇宙人のゆうくんです。じゃあ今日は犬のお話をするわね。あら、あら、なにこのワンちゃん。卵から生まれた卵犬くんです。僕のお星の友達だよ。へー、珍しい犬ね。今日のお話は素敵な芸のできる3匹のワンちゃんのお話よ。どうぞ。見てこのワンちゃん、かっこいいでしょ。赤いマントなんか着て、メガネしてるね。ね、このワンちゃんはほら、これ何してんの。水上スキー。かっこいいでしょ。ワンちゃんが海の上を滑ってる。そう、人間がやってもとっても難しいのにワンちゃんができるのよ。本当だね、びっくりした。そうなの、コマーシャルやテレビにも出てるんだけれども、ね、これ何加えてるの。フリスビーができるの。フリスビーだ。うん、かっこいいでしょ。僕のね、友達のね、卵犬くんも芸ができるんだよ。え、何ができるの。絵が描けるの。まあ、見てみたい。じゃあね、お姉さんの顔描いて。よし、卵犬くん、お姉さんの顔描いて。はい、お姉さんのまゆみちゃんの顔できた。まゆみちゃんの顔。ずるいわよ、これ、ゆうくんが描いたんじゃない。ゆうくん、ダメよ、こういうズルしちゃ。じゃあ、次はボール遊びがとっても上手なワンちゃんの話よ。行ってみよう。このワンちゃんはね、ボール遊びが大好きなの。よーい、ドン。ほら、すごい勢いで走っていくでしょ、このボールを。バン。あ、ついた、頭で。頭とかね、お鼻でボールをボンってついてんの。すごい元気がいい犬ね。え、空中回転してボールをバンってつく時もあるのよ。はあ、すごいな。中ね、もうすっごく高く飛べるのね。うん、ね、子犬の頃からこのボール遊びにとっても夢中になってるんですって。でね、飼ってる人がこれじゃあんまり疲れちゃうだろうって言ってね、とっても心配してるんですってよ。すごいな。ねえ、お腹空いちゃうですよね。空いちゃうだろうな。地球にはいっぱい面白い犬がいるんだね。ワンちゃん面白い。じゃあね、次はもっと面白いワンちゃん、スケートボードに乗るワンちゃんのお話よ。このワンちゃん、ブルテリア犬っていうの。ナゲットくんっていう名前よ。ナゲットくん。普通のワンちゃんみたいだけども、天才スケートボード犬なの。あ、これよくお兄ちゃんたちがやってるやつだ。そうでしょ。ねえ、難しそうなのに見て、すいすい。上手よね。ほら、自分で戻ってきたわよ。本当だ、反対の方にも行けるんだ。おっとっとっと、危ない危ない危ない。あ、ちゃんと自分で止まって向き変えるのね。偉いなこのワンちゃん。お利口ね。ほらほらほら、かっこいいわ。ほら、ちゃんとね、右左ってバランス取ってるでしょ。僕はこれ乗れないよ、まだ。そう、このワンちゃんもう1年もやってるんですってよ。すごい、かっこいいワンちゃんね。ねえ、どのワンちゃんも素敵だったと思わない。いやー、まゆみちゃん、すっかりやられてしまいましたよ。あら、どうしたのこれ。おしっこ、ワンちゃんが僕のこと電信柱と間違えておしっこしちゃった。まあ、どうしましょう、困っちゃったわね、本当に。あー、またおしっこ、ベタベタ。ゆうくん、あなたがやったのね。ワンじゃありません。もう困った、ゆうくんね。みんなも自分のお家の周りに楽しいニュースがあったら、この卵シャトル P まで知らせてね。じゃ、また見てね。またね。